すごい。いやだって授業終わって今さっき講義して今から帰るだもんね。帰ります。お疲れ様です。ありがとうございました。たぶん全国今日もなんかいろんなとこから来てると思うんですけど、あの本当地方でも超頑張ってて、俺この間すげえ感動したのが、僕ちょっと島根の高校出てるんですけど、そのお隣の鳥取県知ってます？よく島根と鳥取と間違えられるんですよ。俺が島根県の高校っつってんのに、ああ砂丘があるとこねっていう、その砂丘がある方ですね。なんすけど、たった10人ぐらいの、たった10人って言ったら失礼かもしんないけど、でも全然俺も鳥取駅行ったことあるけどこんな人いないっすよ。でもその中でなんか俺らが作ったフライヤーとかあのプラカードを掲げて、おかしいと思いますって声を上げてるんですよね。鳥取の街中ででもやってたんですよ。俺本当に感動して、俺島根県にいたからめっちゃそれがどんだけ大変か分かるんですよ。やっぱ全国各地でいろんなところで声を上げてるんで、最後まで諦めないで、そのことに希望を持って、希望がないとやっていけないですからね。てかもう絶望しきってるぐらい絶望してるんで、なんか今日今渡されたんですけど、全国で今日2、30カ所でデモがあってるそうです。すごいっすよね。まだまだこれからでしょう。あと60日あるんで、どんどんお聞きしていきましょう。どんどんでかい声でこの動きを広めていきましょう。俺はなんていうか、現状から良くなることはあっても悪くなることはねえんじゃねえかと今思っております。どんどん支持率を下げて、不支持の人たちを上げて、で今日は民主党の人も維新の人も共産党もあの社民党の方も来てましたけど、後ろからお前らちゃんと仕事しろよって言いながら、裏切んなよ国民をと言いながら声を上げていきましょう。だってあいつらがちゃんと仕事しないとまた選挙行っても空振りなんだもん。頼むぜ、戦争するな、戦争するな、憲法を守れ、憲法を守れ、勝手に決めるな、勝手に決めるな、憲法を守れ、憲法を守れ、国民なめんな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 、勝手に決めるな、勝手に決めるな、国民なめんな、国民なめんな、自民党感じ悪いよね、なんか自民党感じ悪いよね、なんか自民党感じ悪いよね、なんか自民党感じ悪いよね。